パンクラブの皆さん、こんにちは、安住さゆです。呪術何何です。え、なんか会場でガチャガチャ置いてあったからやりたいってダダコにさ、やらしてもらって。呪術会場にガチャガチャがあるの？そうなんですよ。なんか呪術ナビっていう、なんか呪術のなんか月額制のなんかコラムとか、なんか動画とか、まあ、写真とかを配信してくれるサイトがあって、へで、まあ、ちゃんと登録したんですよ、僕は。うん、すごい。そのガチャガチャやったら、この呪術ナビの低 GI、 GI が何かよくわかんないんですよ、僕。あ、なんかあれだよ、あの血糖値がね、緩やかに上がるようになってる。 GI 値が低いものほど。それ、なんか関係あるんですか？まあ、太らない、太りにくい炭水化物ってこと。じゃあもう、こればっか食っても大丈夫なんですか？大丈夫じゃん。チョコレートなんですよ。チョコレート太るじゃないですか。美味しいチョコでしょ。でも芋とかもそうでしょ、低 GI なんか。なんか芋を減量中に食う人多いですよ、欲しい芋。うん、あ、そういうやつなんですか？血糖値ってぐんと上がる甘いものっていうのは、はい、要するにその満腹中枢すぐ刺激してくれるんだけど、うん、でも吸収が早いからぐっと体の中入っちゃって、で使わないあのエネルギーがあるじゃん、炭水化物ってエネルギーがあるさ、はいはい、それが余っちゃうの。余ると脂肪に変えようとするの、はい、なるほど、分かりやすい。でも低 GI だったらこう上がるものを徐々に上がっていってくれるから、その余らないようにエネルギーになってくれるっていう。効率よくエネルギーになってくれるんですか？そうね、まあ、例えば動いてる最中とかだったら別にその低 GI じゃなくてもいいと思うんだけど、だからその炭水化物サプリメントとかってあるわけじゃない。はい、ドリンクっぽいやつ。そういうのっていうのは早く血糖値を上げないといけないから、すぐエネルギーしないと。逆なんですね。そう、だから使い方によってはこれはまあ日常で食うにはいいよねっていう、そういうのを。どうしたおやつとか作った人？いやいや、すごい説明がしっかり。食ってみましょう。それももらったから、うん、岩崎さんにね、お土産で持って帰ってって言われた。うん、それでちゃんと持って帰ってきて、僕いつも忘れるけど、うん、ほんとね、金明さんも何か言ってたもん。そう、岩崎さんに持って帰って忘れるよって。これ欲しい。これやった。あ、アポロの下のとこだ。あほんとの下触りで見てる。うまいアポロ半分にして食べたことある？あのバカってやって、うん、ちょっとあれです。これそんな味がする。いや、アポロの下の部分の低 GI やん。いや、わかんない。別のチョコレートかも。まあいいや。おいしい。うん。だからみんな、呪術ナビ協力してね。はい。今日はね、まあ、あれだよ。まあ、発表。発表会。あのね、カルペディウムのね、スウェットパンツ。と、幅のこの、ビッグサイズのこれ、オーバーサイズのかわいい T シャツ出ました。もうなってます。シンプルでかわいい、やった。これ俺今、最近ベンチプレスやってんだけどさ、はい、ここのカルペディウムの、まあはい、すげえベンチの台に引っかかってくる。だから、めっちゃ肩甲骨寄せやすいの。滑り止め滑り止め代わりにこの T シャツ使ってるんです。いや、今日やってみよう。吸い込まれて思って、ベンチプレッサーにぴったりの。いや、買ってよかった。うん、いいっすね、今から夏だから。うん、結構生地も分厚いし、気持ちいい T シャツなんですね。そうね、生地、うん、なんで、ぜひ気になった方はカルペディウムストアの方を、見てみてください。はい、というわけでね、今日は、ベニモン、農技オープントーナメントは、終わりました。やった、はい。まあでも今回は結構いいメンバーも揃ってたね。うん、すごい人いっぱいいた。うん、なんで、まあとりあえずその感想どうだったかっていうのをちょっとね聞こうかなと思う。うん、まあ俺も一応全部試合目通したけど、うん、まあライブ配信が結構遅れてて、12時過ぎぐらいにライブ配信が鳴り出して、だからコタロクの1回戦とかなかなか見れなかったんだよ。あ、そうなんですね。うん、でライブ配信やってんじゃんと思って見た時に、小太郎くんの、3回戦準決勝樋口さん、うん、
やってて、で、辰之助の、なんか、あれ、何回戦ですか？準決勝。ああ、準決勝ですね。うん、同じぐらいですね、進行は、うん、これが。そう、は、が見れた。で、まあ、その後もまあ見返したけど、まあ、今回は、小太郎くんは、農業オープントーナメントの、76キロ級か、ライト級、73.5 か、ライト級で2番。もう、ビスパートね。うん、すごいよ。で、辰之助は優勝。出たー、うん。で、これ、じゃあ、エキスパートとかアドバンス、そもそも何が違うのかっていう話だけど、エキスパートっていうのは、もう、黒帯も全部込みの、本当の、言ってしまう日本選手権で、で、足関節があるんだよね。はい。足からヒールフックがあるんだ。はい。ルールだ。うん。危ないルールですね。そう。だから、出場してくるメンバーは、黒帯とか茶帯の人間がとても多い。うん。あと、足関節自信ある、プラセキュリティとか。そうそう。で、辰之助が参加したのは、その、1個ランク下のアドバンス。で、でも、まあ、紫帯とかね、そこそこ実力がある、人たちが集まる、トーナメント。まあ、うん、それを、まあ、乗り越えて、エキスパートとかに上がっていくわけか。はい。うん。で、去年は、優勝したのね。はい、アドバンスの。アドバンスの方で優勝してる。で、今回はエキスパート。はい、辰之助は、前年度 2番。そうですね、足ひねられて、そう。って、負けました。で、今回は、優勝。やった。うん。やっとだ。だからまあまあ、みんなそれぞれステップアップをして、うん、まあ、やっていったわけだけど、まあとりあえずその、小太郎の話からでしょうか。うん、うん、はい、ね、どうだろう、実際やってみて。やってみて、うん、そうす、僕、まあ、目怪我してたじゃないですか。目怪我してたおかげで、多分僕、その、トップとボトムで言ったら、トップの練習がすごい多く、うん、できたおかげでもしかしたら勝ったのかなと。あ、まあそうだね。本当は全日本選手権の道着の方の全日本選手権も7月の頭にあって、それを出場する予定だったんだけれども、うん、福島ハンマーヘッドシャークの頭突きが当たって眼底が折れたんだハンマーヘッドシャークハンマーヘッドシャークに当たっちゃってこうやってあって言ってたら目パンパンになって、目パンパンになって、シャワーって帰ってきたら目こんなのなって髪腫れましたとか言ってそうでもまあ、わりかし綺麗に折れてたから、問題なく手術もせずに、治って、うん、ほっといてくださいって言って、で、その間もとりあえず、できるだけ頭当たらないように練習して、はい、で、まあ、その農技の方に集中しようぜっていう話で、うん、で、それがまあ、功を奏したよな。いや、そうですね、うん、本当に、うん、よかったです。そう、やった。俺、練習したことがだいぶハマった印象ですね。そうだね。俺もできないオープンガード一周やらされて疲れて申し訳ないです。まあでもおかげでね、まあ、こうやって結果が出たから、とりあえずそのチームの作戦勝ちということで、で1回戦やった人が、斉田選手、はい、京都の選手だね。そうそう、グランドコア、うん、選手ですね。で、まあ、結構キャリア長い選手だったから、はい、まあ、上手なベテランの感じな選手だったね、はい、うん、落ち着いてる感じでしたね。うん、うん、1回戦緊張した？1回戦で一番緊張しました。ああ、やっぱ1回戦緊張するね、はい、うーん、僕的にはその1回戦突破したら結構いける自信があって、はいはい、うん、とりあえずここで全部出そうと思って挑んだんです。なるほどね。危ない場面はなかった？あんまり、そうですね、決められかけたりとかはなかったんですけど、うんうん、危なかったらで言ったら、パス行った時にちょっと一瞬クローズとバックの間ぐらいのところに一瞬なって、その時がちょっとびっくりしたんですけど、うんうん、あんまり危ないところに入らないように戦ったんで、うん、まあ、1回戦は、アドバン3つぐらい取ったんだよな。そうですね、うん、それで勝ったの、はい、うん、で2回戦は、長谷川選手、はい、うん、結構長谷川選手もキャリア長い。長い、村田さんとね、よく練習してる、うん、今成淳です。で、俺も何度も練習したこと、うん、まあ、バランスいい選手だよな、うん、結構何でもできる、はい、で最初テイクダウン取れて、そうですね、あれがでかかったんです、うん、今流行りの2タップ、うん、タップしました、うん、あ、これでテイクダウン取ったんです最初。そう、あ、そうなんです。ツッコミ気味の2タップへ、テイクダウン取って、まあ、そうですね、目の展開もグラウンドの展開も結構練習してたアドバント
ってプレッシャーかけて、うん、で危ないとこ入らないっていう考えで、うんうんうん、うまく回ったかなって思う。そうやね、そうやね、うん、あれもいい、いい戦い方だった、うん、そうだね。で、それで準決勝、次準決勝、はい、うん、でそれ次やったのは樋口選手、はい、この選手めちゃくちゃ有名な選手なんだよね。すごい強いですよね、うん、あのクインテットも結構出てて、うん、あの全日本選手権でもよく出てきてる、あとの GDF とか、ああそうですね、そのグラップリングトーナメントも結構勝てて、あそうなんだ、結構上まで来てた、多分、あ本当、はい、アンライバルでも勝ってた、うん、あジェイさんとかチョークで決められ決めてるんですよ、はい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 、まあでも あの結構トップ日本トップの選手って言ったら、うん、まあそうだな、うん、強いっすね。で見てて俺そこから見始めたんだけどさ、0-0 でさ、はい、結構さクローズ入れられっぱなしだったからさ、これやばいんじゃないのって思ったんだよ、うん、うん、ああそのまま終わったら、そう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 、レッカーで負けるなってラスト1分ちょっと思ってたんですよ。そうそう、でなんかセコンドも「ああ内容では勝ってるから」みたいな言ってたから、うん、内容で勝ってんのかこれやべえなって思ってたんだ、うん、ほいじゃあ最後あの三角狙った時でさ、それでバカッと割れて、で、あの担いでバックになったんだよな。あれ、思い切りがあってよかったよ。もう、その先生がさっき言ってた内容では勝ってるからって、うん、ちょっと僕もぐ、うん、ーって来てて、うん、絶対勝ってやろうって、うん、思ってて、うん、で本当に多分もうあっこ逃したら、うん、何もなく終わっちゃうなと思ったんで、そうだな、行くとこあっこしかなくて、うんうん、もう3個取られた時にあっこまで、とりあえず絶対ひっくり返してアドローまで1個取ろうと思って、うん、思った通りに動いてくれたんですね、うんうん、強かったな、ね、樋口選手強かったんですよ、多分今までやった選手の中ではやっぱりトップ、はい、うん、まあ、その決勝で僕負けちゃったんで、はい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 、うん、強かったっすね、まあ、あの回というね、うん、興奮した。俺その時試合こうやって自分の試合待ってたんですけど、うん、アドバンの時にわーって言ったら、あの審判に、あ、それは怒られる、それは怒られる審判に、審判に怒られます、うん、あ、すいませんって言って、そうね、で、まあ、そのまま決勝に上がってきて、はい、で決勝は、峯岸選手、峯岸英雄選手、はい、うん、若い、まあ結構若い選手よね、うん、でも昔からやるから結構ベテランっぽいんだけど、ね、うん、まあ若いんだよ、うん、で、その選手は、まあ、波はあるって言われてるんだけど、まあ、強いのめちゃくちゃ強い選手で、やっぱり、やってみたら強かった、強かった、苦手なタイプだったっていうのもあると思うんですけど、はい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 、でも強かったですけどね、負けちゃったし、十字だよな、最後十字、裏十字で決められました、はいはい、まあ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 、しょうがない、まあ初めてまだこれからだからっていうね、はい、うん、修正してどんどん伸ばしていけばいい、うん、どうだった初めて、あのそういうさ、その言ってしまったその全日本トップが集まる、これ勝った日本一だぜっていうさ、はい、あトーナメント出てみてさ、楽しかったんです、ね、途中からは、うん、1回戦の時めっちゃ緊張してたんですけど、で1回戦やって結構通用するなって自分の中で思いがあって、うん、そっから結構楽しんで、うん、はい、やることも固まってたんで、うん、あんまり迷いなくできたかなと思います、うん、そのさ、レスリングの方でも一応全日本選手権に出たことあるんだよな。あります。うん、手の範囲。手の範囲。そういう感じとはちょっと違う。そうですね。で、そのレスリングの時出たのが大学生、大学2年生かな。2年生って出た時は、やっぱりまだその優勝できる道筋とか、うん、こうやったら勝てるっていうのが全くないまま出ちゃってたんで、その、なんて言ったらいいですかね。まあ、出れたこと自体は嬉しかった。ですけど、勝ってないし、勝つために一応その時は練習してるつもり、まあ、つもりぐらいの練習で終わってたので、うん、今回は結構僕的にも勝てると思って、勝つために練習して、でもある程度勝ってっていうので、そうやな、違うものになったかなと思います。まあ作戦は決まっとったからな、はい、もうなんかやれることやって泥臭く勝つっていう、はい、ああもうほんまに一本勝ちとかそんなカッコつけて勝たへんでいいから、もうとりあえずやることやれっていうのが最初のプライだからな、はい、うん、まあそうやってね、ある程度、あ、まあほんまに優勝したかったやろうけど、はい、まあそれでもまああのまあ充実とか全部含めて
グラップリングも含めて、まあ、初めて負けた形が。そうです、初めて負けた。すごいっすよね。初めて負けた形が全日本の決勝で来ないのに。すごいっすよね。あでもまあまあ、これからやね。これから。もっともっと伸ばしていけると思うから。うん。だよな。まあ、結構良かった、はい。俺は結構、うん、感動した。ありがとうございます。良かった。まあ、そんな感じかな。うん。今日はね、まあそんな感じで。俺はお前らでしょ。いや、俺元気しましたすごい、うん、ビンビン丸でしょ。ああ試合はお前ガチャガチャ参らせてもらったし。ああ、うん、お前1回戦腕決められそうなんじゃなかったか。そうなんですよね。ああちょっと焦って立ち上がってこてておろし。ああ1回戦の選手はあれやろ、MMA の選手か。そうみたいですね。でもなんか結構しっかり充実ちゃんとやってるしみたいな。確かにクローズガードで、クローズガード入れてハイガードに登ってきて、こっちにプレッシャーかけて足登らした三角なんかはめっちゃ上手だ。なんかで十字が多分上手みたいです。ごい、うん、何さんやったっけ。平沢さん。平沢さん。平沢さん確か、うん、そう MMA 戦績も結構いいんやろ。確か良かったと思う。なんか KO がすごい。へぇー、KO されるか、ストライカー、うん、バーンやられたらどうしようかな。うん、俺なんかあの三角をガーンガーンって落としてやんか。あ、落としとったやんか、はい、三角を、うん、俺あれ、スラムやった。僕も申し訳ないとき正直バスターするんかなと思って。うん、でも一瞬止められるかなってちょっと勢いが落としちゃって。あ、でも足が外れて落ちてるからまあ。ああこうじゃないから。ああ、なるほど。もう悪質、もう悪質やった。悪質ない。悪質やった。顔がもう悪かった。悪くなかった。もうほんまに悪かった。うん、でそのツイスターフックで固めていって、はい、でまあ、5-0 やな。そうです、パス、ああ、テイクダウン、ハイクラッチバー、テイクダウン、パス、で、ツイスターではめてて、ツイスターは点入らないんで、そこでずっと、で、終わりですかね。なるほどね。2回戦は、うん、2回戦は、何だよ、横山さん。横山さん。うん、若い子やんな。玄太君、玄太さん。え、まだ10、何歳。いや、わかんないです。高生とか。高生ぐらいで、ね、強かったですね。うん、すごい。あれさ、俺はライブ見とってんけどさ、はい、1分15秒ぐらいから止まってんの。へぇ、ああ、映像が。映像が。はい、で、そのまんま終わってん。0-0で。へぇ、え、どうなったみたいな。ああ、はい、ああ、そうっすね。うん。ああ、辰之助、負けたなって思って。そう、ああ、これ、負けたなって思って。俺も一瞬負けたからだったっす。あ、そうなんだ。いや、こっから勝てるかな。あんなんか俺こう悪い方を想像しとって、はい、なんかまたお前なんかこのよくあるハッとか言って、キアにこうやって入れて、で全然技が通らへんからどんどんなんかこうローギアになっていって、でもう1分、あと1分まだ決まらない、あかんあーみたいな練習負けるんかなって思う。こいつのね、練習のパターン。ああ、いやでもね、今回はじゃあ最初1回戦の時にそれをやっちゃったんですよ。ああ朝からもうパキパキで、ああもう元気で、ああもう「やれた!」って言って、ああ試合入って、うん、なんかこうやって頑張ろうしたらカポッて入れられて、あ、やばいって思って、ああそれでなんかたまたま帰るときとか、それやめたんですよ、2回戦、準決からは。もう音楽聴かないし、なんか行ってみてずっとぼーっとしてて、それが、勝因ですね。あのね、ぼーっとしたの。あ、1回戦のさ、はい、勝った後になんか謎の動きをしようって。勝った後のパフォーマンスをやっとって。こういうのやっとって。やっとって。やめようかか、やっとったで。カメラライダーちょっと見返してみ、やっとってん。で、俺それ見ていいよ。うわ、こいつ調子乗っとるわ、これ負けるわと思って、あ、もうこれこの感じやわと思って。もう全然覚えてないけど。え、なんかどうした。やっとった。まあ見てみ、はい、いや、多分そうやろな。あ、このまま行ったんやろなと思ってた。あ、なるほど。だから、そのあ、もうあかんねやろなと思って。いや、ちゃんと切り替えた。よかった。見たくないな、それ俺。あ見てないっすか。いや
やっためっちゃ来ましたね、うん、1回戦もうびっくりしたっすね、うん、これもうほんま俺が MMA ファイターやったらもういや後でぶん殴ってくれるほんまか、うん、ちょっと反省しますそれは、うん、で決勝なそのまま勝ち上がって決勝行って、はい、決勝は岩崎さんね、あの俺は岩崎さん教えた、うん、同じ名字同士で勝手間違った、うん、遠い親戚かもしれない。昔ね、一回試合したことあるんですよ、うん、同期の試合で、うん、まあその時、青帯の時だったんですけど、その時やっぱ強くて、うん、お前ね、ちょっと緊張したんだけど、うん、勝ててよかったって、その時もちょっとテンション落として、うん、そうあんまりそう攻めすぎないようにっていうプランで頭にちゃんと叩き込んで、もう点取れなかったらもうしょうがないんだよ。え、アドバンテージ買ってんの？そうっすね。何アドバンテージ？脇差しの。はぁ、あ。そうっすね。踏み込んでバーンって脇差して、押さえて。押さえてるの？それで、まあ、フックがすごい上手なこの選手で、うん、もう一回フックに戻されちゃったんで、うん、それもう一回切って立ちに戻したりとか、うん、そういうの繰り返しで、うん、ずっとアドバンを取るような戦いをちょっとしようと。なるほどね。まあ、それで勝ってんな、とりあえず。はい。うん、あだから俺、見始めて決勝やっになっとって、はい、もう2分半ぐらい終わっとったからさ、で、アドバン1出るやったからさ、はい、わぁ、これ、どっかで殺せるんじゃんとか思って見たけどさ、うん、でも、まあ、勝ったな、とりあえず。いや、よかった、本当、ね、おととし、去年と、おととしは1回戦負けなんですよ、へぇーと、ライトフェザーで、あーで、去年は、あのトミー君に足ひねられて、パキッて言って、あーそう、負けて。ね、3年目でようやく勝てました、うん、よかった。え、どうやった？え、何ですか？感想が感想っていうか、あれ全体嬉しかった。いや、ほっとしたっす。あ、そう。いや、これもうねえ、全然その勝てなかったから、うん、言ったら1年ぐらいで優勝がなかったから、うん、よかったなぁと思って。そうか、まあそのまま50連敗ぐらいしてもな、よかったけど感想いや、悲しいっすよ。あ、コマと出したらどうですか？ああ50連敗ってことは1回戦負け50回やるってことですか？そう間違いない。いや、もう心折れちゃう。ああ50回と言ってるってことですか？50大会連続で負けないといけない。何も金かかってるんじゃん。そう、いやだからまあまあとりあえずまあ勝ててよかったよ、ね、いやよかった。やっとエキスパートに変われるなって。ああ、だから今後の目標はまあとりあえずそのエキスパートか紫帯の大会で勝っていくことやろ。そうですね、うん、とりあえずそのそまあ一個一個勝っていく。うん、いやもうほんまにこう俺お前と試合前練習する、いやもん、なんかすぐへこむしさメンヘラみたいなさ、なんかもう自分全然強くなってる気がしないんですよって知るかみたいな。とりあえず動画で言わなくていいんです。もうこんなんなっていいですよ。でも試合前またこれやりだすし、はっ練習前にはやからさ、俺そう付けばすよ。あれ俺そんなのお前がハーってやってる時俺ハーやで。うまいこと言わなくていい。だからな、言ったやん、だからイケイケで試合でイケイケになっとってもお前わかんねん。365日お前うざキャラやっとんねんから試合の時もうざキャラやれよっていう言われたっすね、試合前日に。いいなと思って聞いてたっす。うざキャラでよかったっす。よいいのか。ああもう人に嫌がらせして嫌がらせして嫌がらせして勝つんやろ。だって人をムカつかせる才能があるんやったら、はい、格闘技で使える。そうっすね。ああうん、ああもう試合の時だけかっこよくみたいなないから。ああボールが出るんですね。ああかっこつけちゃダメですね。でも多分ユーシー選手いるやん、はい、ユーシー選手あれも普段からかっこいいと思う。ああ、そうっすね。ああれがっすね。あれを元から出してるってこと？そうそうそう、出してるだけ。じゃあ俺ら普段からかっこつけたらいいのか。お前はあのやなんかこう試合の時に有志選手みたいになろうって無理やな。ああそうです。いや普段からこうします。生まれた時からじゃないと厳しい。まあじゃあまあな。でも手遅れ。あ爽やかさとかってもう才能や。うん、俺爽やかっすよ。いや。え？全然。俺爽やかっすよ。なんか。ドブ川みたいなイメージ。川で例えられるの初めて。うん、魚で言ったらボラみたいな。あボラってあの変なドブ川に乗るやつ汚いやつ。そう
美味しい、美味しくない。食えない。それから怒るやつ。すぐ苦手だ。そう。まあ、充実感のボラで。せやな。はい。ボラ充実。ボラの助で。カルペディウムのボラ作ります。うん。だからまあまあ、でも、言うたら人をムカつかせるのも一個の才能やねんから。だってムカつかせるってなかなかできへんねん。言ったら。ムカつかせてるしか人。うん。まあ、確かに俺はもう来るもんね、いっぱい、うん、俺はもう年間年中イライラしてる。じゃあ僕の術中にハマってるんですね、クヤミさんは。いやだから、なんかこうそのお前の術中にはめようとは思ってないやろうけどさ、はい、なんかそのもともと持ってるさ、匂いというかさ、あなんかもともと持ってる、なんかこうさ言ったらさ、玉ねぎやってさ、別に人泣かそうって思ってさ、はい、あんな成分飛ばしてるわけじゃない。はい、はい、そうですね。ああ、お前も一緒やん。ムカつかせようと思ってないやろうけど、ムカつくな。それすごい。玉ねぎなんだ、俺。まあ、玉ねぎ。玉ねぎ。うん。あ、ドリアンみたいな。ドリアンなんて別に臭くなろうと思って臭くなってるわけじゃないやん。そうそう、よかると思って、あんなの匂い出してる。人にさ、こう、効果を持ってもらおうって思って、ああいう匂い出してるのにさ。臭いって言われる。ずれてる。ずれてるんですね。あ、全然ずれてる。ずれてる。ずれてないの。俺は、人に愛を与える。はい、どうでも皆さん。はい。うん。とりあえず、俺は東京遠征で1週間ぐらい行って、どうやった結局、全体を通してみて。楽しかったです。はい。どうやった俺、東京のカルペの選手の人たち、青山の人としか練習しないんですけど、うん、やっぱり、こっちにいる、僕らこっちで結構、うん、僕ら3人と福島さんが充実やってる人で、うん、あとやっぱり MMA ファイターの人。うん、練習する機会多いですけど、うん、久しぶりにその柔術専門の人とがっつり毎日練習してきて楽しかったですよ、ね。うん、なんか新鮮だったっすよね。そう、うん、やっぱりちょっと違うじゃないですか。うん、よその道場が、うん、なんで新しい技術を久々に受けたりとかが、うん、結構面白かったですよね。うん、うん、まあ向こうも同じこと困ってたと思うで、技術サイズが違うから。うん、あだから、まあ、俺らは俺らのそういった強みがあんねん、はい、言ったら、ここでしかできへんことが逆にあるから、ここでしか積み立てられへんことがあるから、はい、でも逆によそ行って、でその別で積み立ててるものから、その技術をこうどういう技術があるか、まあ、要するにぶつかってさ、はい、ぶつかり合って結局その強くなるんださ、まあ、格闘技やからさ、はい、その言ったら、その俺らのスタイルっていうのは、まあ、ちょっと特殊やったりして。はい、向こうのスタイルも特殊かもしれへんけど、うん、結局ぶつかり合って結局どうかっていうところやから、はい、じゃあ言ってしまったらうちでやることって言ったら、まあ、言ったらそのもう自分の刀を研ぐ作業だなって言ったら、はい、でも向こう行ったらそれがちゃんと切れるかどうかっていうのをね、確かめる作業になるから、うん、それをやっぱ繰り返さなあかん。かっこいいそれ。なんか辰之助はもらやから、どこ行っても臭い臭い言われるけど、うざさを試してたんですね。あ、そうそうそう、どこ行っても臭いって言われるかなって。草高くに、うん、草高くに、そう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 、ガーナとか行ったらめっちゃ喜ばれてる。それはは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 、会う場所があるもんね。あるかもしれない。確かに。そうやな。まあ今回は良かったと思う。まだこういうの、こういう機会があったらな、ぜひ東京に行って、うん、試していきたいと思うし。やった。まあね、機会があるんやったらね、海外戦とか遠征とかも行ってみたいと思うし。うわ、行った。うん、いや、辰之助無理で。え、なんで？辰之助無理で。なん、海外行きたいっすよ。いや、もう人の前で行ってよ。俺、人の金で行ってよ。いや自分の金で行って。金ないっす。うん、だから無理よ。ずっと貯金ないの。うん、なんか無理。ここにたまんないの。うん、そやな。うん、もう怖いもん、来月が。うん、どうしよう。というわけでね、まあこんな感じで、まあ、その全日本選手権終わったわけやけど、うん、じゃあまあ辰之助は無事引退。え、はい、え、俺たち試合あるんですよ、まだまだ。え、まだまだ試合やる。引退じゃあ、うちの辰之助パパも俺のコメントに書いてあったけど、お疲れ様でした。引退しないですよ。優勝しました、引退じゃない。違う、そんなところで終わらないですよ。また俺、またお前がっかりする、げんなりしたりする毎日に付き合ったりせなあかん。いや、そうですよ。そこが僕の良さなんですよ。いや、もうお前ほんまにもう次がっかりとかげんなりとか落ち込んだりとかしたらさ、もう
脳天に肘思いっきり叩き込むからいや、いつもニコニコなんで、ニコニコ、どうだ、まあそういう感じですね、今回は。まあ、あの映像いっぱい見て、ね、見てくれてる人もいっぱいいるから、わかります。これからも、こう撮影は OK ね、一応許可を、浜島さんにいただいて、まあ、その形式とかな、はい、一応あるけれども、ね、まあ一応出していこうかなとは思うから、今後も、はい、はい、また見てください、はい、というわけです。今回はそんな感じです。ではまた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね。